これ噛み合うわ、うん、いやもうペイントラン投げる。さあ開幕速攻サイファーはイヤギリのやつだね。ですね、はい、さあヤンピンブラックピース落とした。ヘブンシュタインのエントリー全フがうまくカバーしている。しかしブライアンシュラウドステップで、さあケイル挟み込みの形を取ります。ファーはヘブンからの射精。さあ分母と壊されたが、おおブライアン打ち勝つ。さあこれでメインのチェックは終わったんですが、いやこの射精はバズぶち上がるぞ。ただ B メインのコントロール、まあ、オーブ取るところまではいきそうな配置ですね。うまーカメラを使ってさあカメラによって何人見れてるか。赤目さん、おい強い、おーとリロードしてたじゃん。さあケイルと全部打つ、おーはい、これねリジェクト勝ちです。今ミッチーのポーズしてた、本当に嬉しいなぁ。本当だったら、いやブラックイズかなりこれ抜かれてますね。残り HP30。 ブームボットがブラックイズを襲った。さあゼファー一人は持っていったが、リジェクト、そのままなだれ込んでいく。そしてブライアンアグレッシブな動き、しかしブライアンを落とされた。しかしギャピン、これで使えるのがディフェンダーサイドのみですが、ロブの入り込むタイミングにドンピシャのピークでしたね。うん、いやただ体を預けない。お前絶対彼女からヒロ君って呼ばれてるやん。相手を引かせる動き、呼ばれてる真面目な話。ただトラップワイヤー、これトラップワイヤー内緒だよ、恥ずかしいから。さあワイヤー引っかかった、ただお構いなし入り込んできています。おさあ打ち合いですが、武器差が露骨に。いやーよかったー、そうです、ね、俺が待ってたリジェクトが帰ってきた。ここで打ち合い勝てるのがリジェクトなんよな。うん、3発必要、ね、安心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 、よかったわ、まあ、アビリティもしミッドでシーカーを切って B フェイクを匂わせましたが、おーっとパーライブランドマークついてたんですが、うん、全部打ち勝つ。今のはずるくさくね。さあたらハルス正面突破、おーハルスが置いてるところに敵が出てくる。ケイルが前に行けない、ショート突破なんとか一人もぎ取った、そしてトレルブレザー、さあバレルリテイクの形を取っている。えっ、うわー強いキャンピン、キャンピン、あーワンチャンありそう、こいつも。さあちょっと驚きのプレーが出ましたが、こいつもむちゃくちゃワンチャンありそう。3方向からの射線がある。武器今変えましたね。いや入ってきた、カメラのタイミング。さあカメアンダーマネすり抜けたが、パラノイアで進行止めた。そしてブライアン、ブラブラアンダーから組み立て、うわーブラブラー強えー。このブラックウィズ一人はもぎ取ったんですが、さあここで B 面を取り返そうという判断。さあブライアンはブラインドだったんですが、うわ上打ち合うの引かないんだそこ。さあ結果ブル、ロブが A サイト、バンダルもあるクリンゴで、しかしムートしっかりと全部のポジションを潰しつつ、ロブのシュラウドステップも対応しました。うまいな、まあ、ロブも今ワン、いや俺許可取れてるか知らないから、マネージャーに全部任せて、まあ、して前に行きます。さあ B サイトへのエントリーは成功。ゼファーが、うわー強いよ赤目削った。人数はリジェクトが有利、詰めてきてるの分かったので、ここはディフェンダーサイド潰しきりたい。あーただ潰しきった、返した。ただスポーンガード分断されましたね、バレル。ヘブンとの打ち合い、ここ制したブライアン。さあギャピン、ワンビワン。ハルス対ロブ。おお、ロブで分かりました。9対6。そうと、これは。あーっとシュラウドステップで入り込まれているので、
いや、ワンウェイがありますので、それを嫌ってシュラウドステップだったんですが、はい、サイファー、そしてミッド、おはけアンピー、1人で抑えます。おー、いやー、それぞれの打ち合いをリジェクトが制していきました。打ち合いに勝たせてもらえない。サイバーケージの。中あートラップ入っていきますが、どうだ、ケイル踏み込んだ、挟み込んでいる、対応した、2人倒した。しかしムート裏から回っています。そしてヘブンの風船、さあここで切ってきた、ショーストッパー、ああおお、しかしあここでケイル、逆にね、切り返す、おっとおっとおっと、ああ間に合った、スリフティー、カムバックの追い風ですね。おーっと赤目、まあここがチョークポイントではありますよね。おー3人目強い、また行くのか赤目、おー赤目、さすがにそこ全部抑えるけど、しかしバーレにとっては非常に厳しいラウンド、ランプ上がってくるのもカメラで抑えれてるし、カメラが壊されるとちょっとハルス君はずっとカメラ見てればいいだけだ。いやこのラウンドきついけど、しかもブライアンパラ残ってます。さあこのパラの絵入ってた、エルボー前耐えきれません。まあしんどいよな、そりゃ、まあ、さすがの人数差を生かしましたね。ただギャンピンがチラ見するのみ、抜いていった、おほ声出ちゃうわ。いやそれただどうしようもない、うまい、赤目、赤目やばすぎ、やばすぎ、どうしようもなかったはずなんですよ。前回のメインステージこそ 2-0 でバレルがね勝ってるという経緯はありますが、あえてトレイルブレイザーで先に行ったんですが、あー危ねー、いやでもナイス抜きだね。ただブラックウィズがうまく B メインからカバー、ただ危ない、ショーストッパーだぞこれ、1キル、いやー頭痛ないんだ、おぉ危ない、いやこれ赤目ショーストッパーでバイパー落とせ、ここで分ボット壊したことが分かった。さあバイヤーが置かれた、あバイパースピット返した、さあこれ取り決めに来た、ジージー、いやリジェクトいい返すぎない。そしてここでダメ押しを取れるブレイザー、ブラックリズン食らった、動けません、耐えたなマジで、20ラウンド目で決着、マジで耐えたな、スプリットでの試合は13、相手のアクション我慢強く待ち続けたバイパーウルトで、これは GG、 うまい、冷静でしたね、マジ冷静だった、連携深めてるのがよくわかる。まずは B に向かうようです。フッカー進行は、うわめっちゃ映ってる、えぐすぎー、何今の、なんとか返すが、さあうまく、バイクを設置、さあ赤目まだペイントでも残ってる、そうですね、ああこれで、ああ木エルボンに行きましたね、さあ木抜けのところを打ち合ってくる、さあここでバニアメッシュ、ディフェンダーサイドのリテイクルートなんですが、シーズ入っているが、ケイル分断されてるぞ、うまくトリプルラ、そしてバニアメッシュ、さあこれはデッドロックパワー出てるぞ、デッドロック、これ打ち合いがさソロじゃね、今のなんであれソロファイトなんだ、います、もう全部ダメージと、ああ抜かれた、お前か、さあここはシャワー2なんです、ショート重心が見えた、しかしうーわーもったいねー、ちょっとさあバリアメッシュのパワーを感じましたね、うん、範囲も広くなりましたからね、ガーデンも配布できそうな TP 前と、さあここで6ショーストパー、おーナイスショーストパーだ、ヘブンに対して本当はこのラインまで取られてしまうとやはりシャワーキープが大切になってくる、うわいいグラス入ってる、しかしシャワーはムトが、うおっつおー、いやカーテンのタイミングうまい、さあキャンピンフッカー降りステークバイト、ゼファギャンピンのピークを抑えた、そしてロブうまく上からの射線、さあこれで人数有利は球数は十分、いやしかしバレルは足を止めません、うん、ナイスラウンドだ、そうだねランクじゃないから、ね、待ち構えてるのジャッジです、ギャンピン、いや距離を取った、
バックサイトスネークバイトを避難しながら一旦エルボイ展開、そしてロー HP だったケイルが飛びましたね。取れてるんですが、あームートは抑えられた。いい、そこはスラッシュ、うわ2人死ぬ、うわいいところ1人だ、ただ武器持ちなので、おー赤目戦譜がなんとかウィングマンありますよ、おーすいよ2対3です。いやスローで B ロング進行し、さあここはショーストッパー、シャワーから一気になだれ込んできましたが、ハルスこれオービタルストライクもありえるか、これは打ちますね、おそらく打ってきた、上から来る、バイパースピットたまった、そうバイパースピット、このラウンドいくつのアルティメットが放たれるんだ、坂目ヘブンからあーつらしてスラッシュもある、さあゼファー着地、うわーまあバイパーが生きてんだよな、もろもあるし、バイパースピット生きてる、さあ確実にキーロ取りたい、ウィングマン越し、ただブラックミズ、あーいいスネークバイト、最後は残っている、ナイススネークバイトすぎ、時間もしんどいし、さあ恐ろしい数のアルティメットが両者から放たれましたが、さあケイル、わーいい、存在を確認されました、2はいる、フッカーそのまま入り込んできたが、うまい、ブライアン耐えている、ナイスワンピック、インセンディアリア、これも2人目、ブラ、さあバイパースピット降ります、これでしかし耐えきれない、ブラヤバすぎだろ、さあまたしてもこのリジェクトのちょっとフィジカルというか、はい、当てまくって、そこでまあ、A ショートからの進行、グラビネットを使ってランプ前は潰しています、そしてトラックへ、ここはロブがうまく赤目を抜いた、さあ奥まで取り切ってこなし成功、ただまだバリアメッシュは展開していません、ゼフ逆に3に耐えた、武藤を守る、抜きが痛い、展開だな、まあ無理くせえ、立ち回っている、頑張ってるけどまあ無理、さあショートランの射線はうまくゼフは対応、その隙にいや警戒できてる、いやギャンピンのランプ抜けも抑えました、スリフティー、避ける、ライディングライトと合わせて進行ですが、これはソニックセイ、いやグラビネットが、ただその前に勝負できましたね、うまい、ただ結果これ A ショート組が、ただ相当より速いぞ、おっとファーストにテイク、ただバレルも迎撃態勢は取っている、さあハルスの位置はバレた、一方的なダメージになりましたよ、2人から後ろに入って、いや言うてもない、ね、いい引っ張り、2人で狙いに行く、うまーうまー、それ引けんの、コネクトをうまく使ってる、ガンブラックイズ仕留めた、さあキャンピー立ち回るが、いや今の引けたの、ロー HP、 ロー、うわーキャンピー、なんという判断でしょうか、キャンピー救いすぎだそれは、スネークバイトも入れ、今爆弾クヨーブ展開、さあ爪切りました、ギャンピンも頭を当てたんですけどね、うわーめっちゃ刺さってる、これラッシュ止まってんだ、入ってます、うわーこのグラビティネット当ててんのめっちゃでかそう、しているがロブの位置、ここもうバレルめっちゃ打ち合いファイトできる集中、うわーグラビティネット OP、 これグラビティネットで今すべてを仕切っているバレルですが、うわーワンツー全くできませんね、できません、あーっとこれは限界だった、グラビティネット最高だ、さあ A ショット早いです、おっその上に、あーっと打ち勝った、これはフェイク TP で人数を絞らせないという形なんですが、さあゼファー赤目は倒した、そうですねショート2勝つ、スラッシュが来た、ハーフまでもいけない、そしてインセンディアリー、さあロブ1人は持っていった、さあここで解除、おっと、いけるか、いやハルス君こうなるともきつい、倒された、うまい、ハルス完璧なプレイ、完璧、そうですね、今まで確実に壊すところから始めてましたから逆に刺さりますね、これオペレーター対オペレーターになりますよ、これただ先を置いてる分ゼファー優勢、これどうするか、さあゼファーの車線かいくぐりながら、オービタルスターが調子良かったか、ランプ相当に取り返してる、そのルートでランプにグラビティネット投げてランプのピック、
さあここでブライアン接戦。いやーこれオペで勝利ていく。うわーわかんねえ。裏から詰めます。これいやうまい。いやこれラストオペワンオン。さあこれでトマス、トマス、オペレーターです。トマス、トマス、タイミングが全てですね。トマス、あーっとほんと打つった。うわー相性最悪。そうですね、3おそらく検知したことにより、シフトなんですが、ケイルのショーストッパー。いやこれは逃げ切るか。あーっと打ち落とせない。そしてスパイクが落ちた。さあこれは分からなくなったぞ。ブラックビーズ赤目のショーストッパー。どうなる。さあ何分前。うまい。打ち合ってきた赤目トリプル裏も。うわーこいつヒーローすぎる。裏も見る赤目。放出しましたが、はい、ただそれフェイクなんですよね。いやここまで派手なアクションはフェイク。さあオーブ上げつつ立ち回るブラックウィズ。倒しきった。これプラントモン。いやマジで狙いた飛んだんですが出ますよバレルのこの配置。いやムートわこうなると A が開いた。いや開いた。うーわ A 開いてる。アルティメット。これ一応赤目裏警戒すると思いますけどね。さあ DG がとんでもないところから来た。あタイミングずれた。2人赤目裏警戒。2人反応してるのはもう気づいてるでしょう。さあこれスパイクに対してフェイントラン。うわ時間がタクがもう前に行きます。打ち負けない。全て打ち勝ったなという印象ありましたね。さあうまく DZ とプラウドを受ける。ブライアンのリコイルが綺麗すぎる。よくやった。パイパーズピットも展開されてしまいます。さあショーストッパー。敵はここにいるぞと。エルボーに打ちますね。いやー絶望バイパーズピットこれディーザーサイド奪ってくる。いや行くしかない。これは GG 強えなー。 1HP おっとブラックウィズ落とした。いそうなポジションを抜いていったか。残り1。いやしかしまだディフェンダーサイドから、まあ、無理だ。ブラックウィズ前に来ますが赤目しっかりと抑え切りました。シャットアウト。さあリジェクト見事バインドにおいてもバレルに対して勝利を GG だ。いやまあリジェクトさすがだな。2-0